会があったんですけれども、来てくださった方ありがとうございました。なんかこの間ブースティーファン祭りでがあって、その時にお久しぶりぐらいにおしゃべり会があったんですけど、オンラインは今日がめっちゃ久しぶりかなでした。楽しかったです、ありがとうございました。そうでね、今日髪の毛巻いてたんですけど、なんとねまだ巻きがね余ってるの。私すごい巻き取れやすいんですけど、あ、ミラーボールだ。切腹さんありがとうございます。ミラーボール、そうなんかね、本当はっていうか、いつもはすごいすぐ巻きがね取れちゃうの。でもね見えないね、見えなかった、全然見えない、見えませんでした。そういつもは、まあ、公演の時とかかは踊るからかな、すぐ髪の毛の巻きが取れるんだけど、全然ね今日でも一番見えると見てほしいところは見えてない、ストレートだから変わんないから、いつもそうそうなんです。だからすごいなって思いながら今日生活してます。しかもね何も別になんかつけたわけじゃないんだよね、あの巻きを保つためにスプレーしたとかじゃなくて、なのにねこんなに保ってくれている、素晴らしいです。こんばんは。そう巻きしてるんだ。そうなんかオンライン握手会とかおしゃべり会の時とかはあの自分で髪の毛とかしてるので、そうしてます。ヘアメで巻いてもらうときはガチガチに固めてもらってる。そうね、なんかやっぱりね崩したくないしね。そう私もだって公演の時とかも本当にさっきも言ったけど巻きが取れやすいから、メイクさんがたくさん頑張ってくださっていつもやってもらっております。声ちょっと枯れてるんかな。確かになんかまあさっきじゃないけど、今日オンライン握手会があって、で終わって帰ってきて、そうなんかね調べ物してたんですよずっと。したらいつの間にか寝てたの私、またって寝ててびっくりしました。それから全然喋ってないからかな。風邪ではないんですけれども、めちゃめちゃ元気です。元気、なんか最近はあれですもんね、なんか暑かったり寒かったりするけれども元気ですか。藤子ことご飯、あ、そうなの、すごい情報が早い。今日ご飯行ったんだ藤子ことココハとね。そうな、終わってからね行ったんです。久しぶりだねって話しながら行きました。確かに最近行ってないねって話して二人で行きましたね。本当に別にね今日行こうってなってたわけじゃないんだけど、全然ね話してなかったけれどけれど、そうオンラインが終わったタイミングが同じで、そう同じだったから、帰るタイミングも同じだったから、そうなんかお腹すいたって私が聞いて、お腹すいたかもって
なって、え、なんかご飯行くってなって、行こうってなってって感じ。そう、ココアとは結構2人で行くんですご飯。でも最近は行ってなかったから久しぶりだったでした。お久しぶりですって感じ。そう、多分みんな、そう、なんか それこそ今日ココハとも話してたんだけれど、けどなんか意外とここが一緒にお出かけとかご飯とか行ったりするの知ってる方が少ないから、ココハとね、私が。だからみんななんかびっくりするよねって話してましたね。なんかイメージ全然ないっぽいよねっていつも話してた。それこそ今日もそういう話してたしね。そうでしょ。そうなんですよ、ココハとご飯行くの意外だねって言われるんだけど、そんなことなくて、というかなんなら本当に最初の方もう結構割と割かし最初の方から仲良かったから。そうだってナナカとかサーヤとかザワチとかココハとかは割とね、加入してから早い段階でお家お泊り来てくれたりとか結構何回かありましたね。私もココハのお家に遊びに行かせてもらったこと何回かありますし、お泊りもさせてもらったりとか意外とあるんだ。想像つかんけど仲いいのは知ってる。確かになんかさ2人でっていうのはあんま ないかもね。2人でなんかイエイみたいなね、すごいあんまり確かにないかも。でもね意外と結構ね仲良しなの。結構っていうか私たち的には普通なんだけど多分みんなから見たら意外だねってなるみたい。結構ねいつまで経ってもそういうイメージみたいなそういうイメージつかないみたいな、何回か話してもえ本当って意外だねって言われるから、いつになったら確かにねちょっと意外かもって言われることが多いんだけど、そうなんだよね。ココハがそう、ココハ大人っぽいのよ。すっごい落ち着いてるから私の方がなんか騒がしい感じな感じかも、話してる時なんか。でも冷静にココハはそれをそうだよねとか言って話を聞いてもらったりとか。何の話するかな、二人で何の話するんだろう。何の話したっけ何の話したっけ。でもめっちゃしょうもないかもなんだけど、なんかお昼にこうやって終わって帰ってくるのってなんかお昼間って眠たいよねってそんな感じの話とかもします。小太郎の話、あ、小太郎の話今日なんかした気がするな。小太郎の話、あ、違うわ、話したんじゃないや。あきさんの今日インスタのストーリーにココハが多分オンラインのあれがあきさんの前がココハだったっぽくて、でそれでなんか置き手紙みたいなココハがしてて、それって大体結構メンバー文字書く子が多いんだけど、なんか頑張ってくださいみたいな
多いけど、ココハがめっちゃ大きくホワイトボードいっぱいいっぱいに猫、多分きっとあれは小太郎なのだろうかもしれないんだけど、そう書いてて、それだ、話したんじゃないや、それを見たんだと。そしたらなんかアキさんがなんか勝手になんか線入れて飲みました。それだ、小太郎になんか線勝手に書いたみたいな、そのストーリーを見ましたね。それだ、小太郎の話したかと思ったら見ただけだった。そう、ココハが多分書いたやつだと思うんだけど、違ったっけ。そう、じゃらん面白かったあれ。あのストーリーっていいね押せるじゃないですか、ハートみたいな、あれ押しちゃいましたアキさんのやつ。ポイ、そんな感じ。これ両方かけた方がいいのか。でもここの巻きがちょっとない感じ、横の感じ。下ろしてた耳にかけるのか。でもかけてた方がすっきりしますね。あんま変わんないか。変わんなかった。うん、面白かったですあのストーリー。笑っちゃった。え、嬉しいです。ビジュアルが良いって。ありがとうございます。でも今日なんかまつげがいい感じな気がします。前髪が、うん、嬉しいです。ありがとうございます。でもなんかオンライン、今日オンライン握手会あったんですけど、結構なんかね、劇場公演のお話とか、あとは最近ブースティーのファン祭りの時のお話とか。をしてくださる方が多くて、でそれこそコンサート、この間あった文化祭のコンサートの話をしてくれる方もたくさんいらっしゃって、でなんかその中でもなんかダンスのことについてなんか話してもらえることがなんか前より増えたなって思ってて、なんかまあね、最近ダンス曲というかそういうのをよくさせていただくからっていうのもあるかもなんだけど、なんかコンサートでは、その文化祭のコンサートはあのダンスコンテスト、ユニットダンスコンテストのやつで出させてもらったから、それのソロダンスのお話とかもだし、あとブースティの時はあのメイクノイズを、あの1日目、ブースティファン祭りの1日目のコンサート公演で、メイクノイズをしたんですけど、それのセンターをさせていただいたんですよ。でそれの感想を言ってくださったりとか、なんか嬉しかったです。そう、なんかね、嬉しいって言葉下手くそなんだけど、とっても嬉しかったです。なんかそう、それこそダンスコンテストのやつは、そうみんなおのおの本当に文化祭って感じで、自分たちで構成も振りも考えてくださいって感じだったから、そうそう、だからそういうところも褒めていただけたのは、なんか私的には振りを考えるのすごい苦手だから、すっごい本当に時間かかっちゃって、もう1日とかでは考えられなかったんですよ、ずっと。そうだからね、何日もこうやって考えて、何時間か考えて、いやこれ違うなとかなってとかを何回もやってたから、その振りも込みでそうやって褒めていただけたのがすごく嬉しかったですね。そう、チームごとに踊ったやつも自分たちで考えてて、そう、それもね自分たちでやってたから
なんか嬉しかったなって感じです。そうメイクノイズはね、そうあれ配信がないからあれなんですけれども、なんとねそのブースティファン祭りの時にメイクノイズさせてもらった時はいつものメイクノイズとはちょっと違って、感想いつもピュンピュンテッ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 テンのところがあるじゃないですか。でその感想の部分がいつもよりもちょっと長めバージョンにして、新たにダンスの先生が振りをねつけてくださって、そうそうそう、だからいつもよりも感想が長いバージョンの、しかもねすごいなんだろう、あこういう振りがメイクノイズでっていう感じのダンスなの。結構フロアもう急に地面って感じの踊りだったり、結構ね本当になんだろう、そのメイクノイズ出てたメンバーがこうやってリハーサルした時にレッスン上でねみんなで踊った時に、そのメイクノイズ出ないメンバーはこうやって後ろからねこの自分の出番をね待ってたんですけど、その感想が結構迫力があるもので、そうなんかレッスン上のでやった時もそのメンバーの皆さんがイエーイって拍手とかしてくださったり、そうリハーサルから結構楽しくさせてもらってたんですけど、めっちゃ緊張しましたねあれは。え嬉しいです、見惚れちゃったってありがとうございますね。そう結構ねなんだろう、メイクノイズが始まる前にこれでみんなで後ろからこうやってピーって真ん中から登場してたんですけど、でなんかイントロがかかった瞬間に多分ファンの方たちがわメイクノイズだってなってくださったっぽくて、なんかおーってそう声がめっちゃ聞こえたんです。歓声がわーって聞こえて、それでさらになんかギアが上がったというか、まだ踊り始めてないのに上がっちゃって、そうだからね、そう出る前が一番緊張しましたね。多分いつも言ってるけどこれはうおーってそう なってたのを感じたのですごく嬉しかったですね。てか振りがかっこよかったですね。なんかすごいね、すごいですよねやっぱりいつも振りがかっこいいので、そう結構ねみんなでも合わせたくさん合わせたので、リハーサルが終わってからもそうみんなで延長して合わせたりとかしましたね。13周年の公演曲投票迷うヒーローちゃんなら何？え、そうだ、そうじゃん、そう、その話もしたかったんやった。13周年はコンサートをさせていただくんですけど、そう劇場ではなくてコンサートでさせていただくんですけれども、それのそう夜公演ですよね。ちょっとちゃんと正しく、そうなのよ。でその公演曲を皆さんの投票でどの曲をするかっていうのがありましてですね、そうなの、私もねそれを私だったら何に投票するかっていうのをそう考えたかったの。そう夜公演では、はい、はいはいはい、ちゃんとね言いますね。あ、ありがとうございますね。
ちょっとコメント読めてませんでした、ね、シアターの女神、あ、ねやりたいの私。マジで好きな曲ありすぎて迷いに迷って選んだよ。もうもう投票してくださった感じですね。じゃあ発表しますね発表というか多分見てくださってる方は知ってるかもなんだけど、そう、お昼公演はメンバーの可愛いがたくさん詰まった王道アイドル曲オンパレード。まずここから、これもだいぶ気になりますよね。私あんまり可愛いやつあんまりしたことないから今からそわそわしているんですけども、何になるんだろう、私何するのかなって感じだし、そう、みんな可愛いやつやるってことだから、そう、みんなの可愛いが見れちゃうってことなんです。え、キャンディーしたいです、やってみたいです。でも全然まだ何をするか分かってないんですけど分かんないんだけれども、そう、お昼は可愛いオンパレードだって。王道アイドル曲やばいですね。これは結構必見じゃないですか。私が見る側でも絶対に見たい、絶対的に見たいです。そうで、夜公演はファンの皆さんに投票いただく楽曲や生バンドパフォーマンス、そうなんです、生バンドパフォーマンスなどがありましてですね、そう、見どころです。で、ファンの皆さんが、そうそう、だからその夜公演は皆さんが投票してくださった曲の上位5曲をこの公演で披露させてもらうっていうあれなので、でこのさ、投票ができるんですよ。27日、ちょうど来週だ、ちょうど来週まで、来週の日27日の28日になる前のギリギリまで、27日が終わるいっぱいいっぱいのところまでが投票締め切りです。投票締め切りなんですけれども、そう、それでこの投票は3票っけ、1人3つ選べるんだっけ、そう合ってました。この好きな公演曲を3曲選べるの、投票は3曲までできまして、なのでぜひ皆さん投票をお願いいたします。私だったら何かな。でもこうやってこの曲を見ていると、話したことあるかもなんですけど、私意外と なんかねずっと鉄なしたいですみたいな感じだったんですけど、意外といろんなところで鉄なの曲を少しずつ制覇してきつつあって、なんかもうすぐできそうですねできそうな感じになってきそうな感じ。そう、鉄なもしましたし、そうね、チャイムアラブソングもしました、ね、まあイノセンスはちょっと違う和バージョンだったかな、ちょい違うけれど、声の傾向と対策もね、研究生公演でお世話になりました。遠くにいてもね、思い出しちゃうね、いろんな葵さんの卒業公演の時とか、花さんの卒業コンサートだったり、やっぱ曲でね、その時の情景とかも思い出しますよね。 Dear My Teacher は去年の周年劇場の
周年でさせていただきましたね。きっと手をつなぎながら、クリスマスがいっぱいもイベントに出さし、初めて私がラブ FM のイベントに出演させていただいた時に、そう、それが多分きっと私にとって初めて劇場とかコンサート以外でのステージだったんですけど、その時にクリスマスが近かったからクリスマスがいっぱいをしましたね。片思いの卒業式もね、コンサートでありましたもんね。最近シアターパイレーツは去年してたしね。私はしてないけど。でパジャドラでしょ、最近までお世話になってたパジャドラさん。うん、いっぱいある。皆さんは何を投票されたのですか。もう投票したよって方いますか。わ、わかります。同じ好きと言ったらはもう好きです。語彙力ね。それだから私めっちゃ、あの葵さんの卒業コンサートの時に初めてさせてもらったんですよ。めちゃめちゃ嬉しくて、そしたらミクさんの卒業コンサートの時もさせていただいたんですけど、めっちゃ好きです。とってもコールがいいですね、あれは。ね、でも私も集会でしか、あのこうやって直接メンバーの方が披露されてるところを見たことはないです。え、何投票したんですか。これ喋り始めたら全然キリがなかった。いっぱいね、いっぱいあるから。そっか、ラムネもあるじゃん、あるじゃん。わ、愛があるとかないとか無視していいですね。どれになるんだろう、予想。え、何になるかな。上位5位でしょ、上位だからどうなるんだろう。意外と、え、それなのみたいなのになるんかな。それともやっぱりなんとなくイメージできる、やっぱりねっていうやつかな。迷いますよね、まだしてないよって。でも私的にはそう、今まではリセット公演、パジャドラ、錬金、ココテン、目撃者、逆上がり、それ以外の、あの自分がなんだろう、劇場の公演、劇場公演でやったことがない演目の楽曲を私的には参加したいなって思ってます。そう、やってたやつもね、もちろんやりたいけどね。わ、重力シンパシーしたい投票にはないんだけど、ないんですけど、レイヤーがねめっちゃ好きだよ。あの HKT 入ったばっかりの時にずっとレイヤーとこの曲が好きでとかいう話めちゃめちゃしてました。この曲がここ、この曲のここが良くてとかずっと喋ってましたね、レイヤーと。
何位までやるんだろうね。上位5曲を披露するみたいですよ。そうだから皆さんの投票でこれは決まるので、ぜひお願いします。七日で春が来る、え、やりたい。というか何かできたらいいなって勝手に思ってます。ずっとやりたいな。そう去年はね、七日と一緒に、そう周年、劇場での周年は去年が私たち6期生は初めてだったので、そこのねユニット2人でさせてもらえたのはすごい嬉しかったなって思います。モガヒーザは逆転王子様最高ですね。楽しそうでも笑っちゃいそう、笑っちゃうよ。いいですね。ジュンクレートフェイント、あのね、アキさんがねずっと言ってくださってたんですよね。なんか目撃者公演の着替え場が私一番端っこなんですけど、そのお隣がミルンさんで、そのお隣がアキさんで、そうだからただいま恋愛中してたらヒーローは絶対このユニットだよねみたいな、そうその話してた時に言ってくださいました。そうレジスタンスもね、やっぱり私がアンダーデビューしてさせてもらった公演、リセット公演は、そう研究生はユニット出ないじゃないですか。だからその間とかにたくさんこうやって裏で見させていただいてたので、やっぱりね、その見てた、こうやって見てたやつというか、本当に最初の初期の方にこうやって見てすごい刺激をたくさんいただいてた公演だから、リセットのそのユニット曲とかもいつかしてみたいなって思います。そうですね、迷いますね。何を投票するか。いっぱいあるんだもん。聞き分けいい子なんてなりやしない。という感じで、来週の27日の日付が変わる前まで投票できるみたいな。ぜひお願いします。ユニットはねないんだけど、ないんだけどね、ないねん。ね、投票ね5曲はしたかったって確かに選べないからね、10曲でも結構ね、考えるじゃんそう、エセ関西弁絶対使い方合ってない。いつもみんなと喋るときなんでやねんとか言ってるね、思いました。めっちゃ理科ね、ちょっと違うけど、5曲だけだから違うけど、なんかリクアワみたいやって思いますね。そうね、あ、愛や感謝祭、うん、感謝、愛や感謝祭
行きますって、ありがとうございます。そう、もう一回ねリハーサルしたので、ぜひお楽しみに。楽しみ。そうですね、 HKT のリクアマはお昼夜行かせていただきました。お友達と行きました。だからなんかすれ違ってそうすれ違ってそう。投票は1人3票で、それの皆さんの投票してくださったやつの上位5曲が披露されます。そんな感じですので、来週の27日までに投票してないよって方は考えて考えて、よし決まったと思う時に送っていただけると嬉しいです。たくさんやってみたい曲はありますし、今までやったことあるやつも久しぶりにできたりするかもしれないし、楽しみにしています。とっても、まずは一番近いのはアイヤの感謝祭がありますので、配信 DMM で配信もありまして、ぜひ見ていただけたらいいなというふうに思っております。はい、そんな感じですかね。そう、あとすごいあれな、個人的というのも違うかもなんですけど、そう、この間の目撃者公演でナナカがね、卒業発表したんですけれども、そう、それで今日のオンラインとかでもたくさん皆さんが声かけてくださったので、すごく心があったかくなりました。ありがとうございました。そう、やっぱりね、私的にはそう、全部じゃないけど近くで一緒に過ごせる時間が、過ごした時間がすごい長かったから、そう、悲しいなっては思うんですけれど、そう、すごい大切な、なんか私にとってすごい本当になんて言ったらいいのかなって思うけど、なんか本当にすっごい大切な人なので、ナナカがね決めたことを一番に応援していたいし、そう、ナナカもね言ってくれたんだけど、友達なんだからって、そう、そうだなって思って、でもなんかそうやって言ってくれたのも嬉しいなとか思ったりそう、それから、そう、今日きっと多分メールが届いたと思うんですけどそう、なんかそうメールとかチャットとかにもはちょっとだけなんだろう、正直なことを書いてみたりしたんですけど、そう、ヘラヘラしちゃうんだよね私、ダメなんだけど、そう、なんかそう、でも悲しいっていうのはみんな同じだから、というかなんかね、近い国いる私がね、なんかしょぼーんってなってても本人がしょぼーんってなっちゃうの分かるし、本人もそれを望んでないと思うし、というかね、明るくしようってさせてあげなきゃって思わせちゃうから、
最後まで一緒に楽しいことだけを一緒にできたらなって思います。ね、ありがとうございます。そう、すごいだから皆さんがね、なんか声かけてくださるのがすごく優しくって、あのすごい届いてますっていうのを伝えたいのと、あとはあとね、公演のそう目撃者の時にその卒業発表をして、その後直後ぐらいにすごいあの先輩方がね、そういつも一緒にそう一緒にいすぎてね、そうなんか多分皆さん心配してくださって、私のこと優しいので皆さん、そうそう、だからたくさん声かけてくださったんですよ先輩方が。でなんかそう優しくって、その時もねなんか無駄に笑っちゃってたんですよ私そうみんな結構やっぱりね、みんなにとっても大きいから七香の存在って、だからすごいみんななんか寂しいなっていう感じになってたのが分かったから、そう逆に明るく振る舞っちゃって、私でそうやって大丈夫ですって先輩たちが声かけてくださったんですけど、そう大丈夫です大丈夫ですって言っちゃってて、でもそしたらそうもう本当にその周りにいてくださった先輩方がみんななんかそう無理な時は大丈夫じゃない時は大丈夫って言っちゃダメだよって言ってくださって、なんか全員優しい全員優しくて、なんか絶対その時になんか感情が多分おかしいんですけど、なんか幸せだなっていうのも思う日でもあって、そうなんか本当になんか素敵な方たちに私はと一緒に私はいられてるんだなって、なんか再確認もした日だったから、すごく幸せ者なんだなって思いました改めて。そうそうなの、ザワチもね見に来てくださってた同期そうくれてて、そうなんだよね。そうだから公演も始まる前ねもうね二人で謎にそわそわしちゃって、そうそわ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 しちゃって、そう多分私たちの方が本当は落ち着きなかったそうなんかね、そうそわそわしすぎてね、私一回ね楽屋を出て廊下にいたんです。そしたらザワチも一緒にいてくれて、で二人でずっとそわそわして緊張するかもとか言ってて、そしたらねで私もなんか本当にジェットコースターのような心だったから心で、そうそしたらねザワチもきっとそうなはずなんだけどザワチがね、じゃあ分かったって言い始めて、え何と思ったら、じゃあなんか今から面白い踊りするけ見ててって言って、よくわかんない本当に面白いってなる踊りをしてくれて、笑って楽屋に戻って七香の隣の席に戻っていきました私おもろいな思い返したら、そしたらそのザワチがこうやって笑わせてくれようとこうやってやってくれてたんですけど、そしたらたまたまあのマネージャーさんがこのその廊下をそのザワチの背後背中の方からこうやってマネージャーさんが歩いてきてて、だからザワチ誰か近づいてきてくるって分かんないじゃないですか、だから人と通ってきてるのにさ、まだずっとさ変な踊りしててさ、でも私は見えるわけ、こうやってマネージャーさんが後ろから来てるだからちょっとシュールな感じになっちゃって、ちょっとそんなのも面白くって
明るくなってみたいなそんな感じです。となんか変な踊りというか、なんか面白いね動きをしてくれたの。そうそうそう、いや本当はねザーチも私と同じ気持ちなはずなんだけど、そうやってやってくれて優しいなって、そういろんなところで優しいを感じすぎてどうしようと思いました。そう、あのなんかあそう発表するっていうのを教えてくれた日に、そうその後にアキさんとも合流して、そうそう教えてくれた日にザワチと3人でご飯してたんですけど、そうそう、それで教えてくれて、でそうそう勇気出して伝えてくれて、でその後にアキさんもそうナナカが多分伝えるのが緊張してたみたいで、アキさんにずっとなんかこれが終わったら言いますって多分アキさんとずっと連絡してた僕ってね、私たちといる時でこれを食べ終わったら言いますとか言ってたらしいの。そうそうそう、だからその言えましたっていうのも言った、私たちに言ってくれた後にアキさんに言えましたって連絡してたみたいで、そしたらアキさんもちょうど近くにいたらしくて一緒に合流してって感じで、でみんなでバイバイして、そうその後にアキさんとザワチとこうやって歩いてたんですよ。そうバイバイってした後になんか多分私たちが多分もう一人で帰ってったら多分しょぼーんってなるかなって多分思ってくださってたんだと思うんですけど、わざわざアキさんがずっとその後私たち二人のそばにずっといてくださって、たくさん話ね、なんか素敵な話をしてくださって、たくさん話も聞いてくださって、そうそう、だからなんかそう頑張ろうって思いましたね。それでそんな感じでした。そうだからそう本当に今はまだそう同期が卒業発表をすること自体がその立ち会うこと自体が初めてだったので、そうなんかどうなるんだろうってところも、そこの部分ではどうなるんだろうっていうのもあるし、でしかも特にねすごいなんだろうお仕事とかじゃなくてもこうやって過ごす時間が長かった人だから、だいぶね最初の方から一緒にいてくれてって感じだったから、ちょっと正直どうなるんだろうって思うことも多いというか、というかなんかちょっとねちょっと考えちゃうけど、でもまだあるから一緒に、そうでもいられなくなるわけでもないし、そうだから一旦ねこれからの期間はずっと楽しくなんかいてくれたらいいなってすごく思います。そんな感じです。長く喋っちゃいましたがすいませんそう、あきさんがそう、うん、悲しいっていうかあの辛いなって思う時は我慢せずに泣きなさいって言ってくださってそう安心して2人でねざわちと安心しちゃってって感じでした。そん
な感じです。皆さん優しくてとってもそうなのかもね。すごく優しいから悲しくならないようにってしてくれてるのもすごくわかるから、そうなんかあそう頑張っちゃうからあの子はそう周りのためにね、自分のことよりも周りのことを見てくれてる人だから、そう自分は後回しにしがちなところがあるので、それを私が阻止します阻止したいと思います。そう楽しいって素直に思えることだけをずっとしててほしいなって思いますね。そんな感じです。まだまだ一緒に活動できる期間はあるので、たくさん楽しみたいと思いますし、そう思いますはい、ありがとうございます。聞いてくださって、あ、なんかえ、画面が私画面んなんかこれで読める、え、なんかちょっとバグっちゃった、私の顔が、これ見えてますか私の顔見えてはいる、なんかん何これ、あ、見れてるんだ、更新まあいいやあ、何にもなってない、あ、じゃあ OK、 何でもうなんか私の、あ、来た戻ってきた、多分みんな普通なんだけど、私のこの画面がなく、なんかね自分が映ってる画面がじゃないところがドアップになって戻せなくなったの。戻りました、すいません、私だけが騒がしい人でしたあのただのこちらのあれです、すいません。じゃあ今日のランキングを読みたいと思います。ちょっと待って、13位から13位から13位から埼玉のピーピロさん、12位地獄のなんと読みますか、12位の方のく12位は待って、どっちだろう、合ってないかも、いますね、じゃあどっちか2択で、地獄のくぐつしさん、すいません時間かかりました。11位中島優さん、10位ぬさん、9位ひろっちさん、8位けいしろうさん、7位ゆうかさん、6位きたさん、5位ひゅるけんさん、4位イケメンさん、3位みんなみくさん、2位水色さん、そして1位は切腹さんでした。ありがとうございました。あ、からかいしさん、すみません、ありがとうございました。じゃあそれでは
明日から月曜日だから頑張りましょう。